はい。皆さん、こんにちは。えー、こんにちは。今回のゲストはですね、前回、あの、モルジブから、ちょっといろいろ情報を発信していただいた、杉本つぐみさんです。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。で、つぐみさん、このコロナウイルスで、こう、みんなが移動できない中、あの、このモルジブかドバイに行かれたという形で、はいはい、今回ド、ドバイですね、えー。はい、そうなんです。格好もなんかドバイ風の格好で、なんかちょっとアラビア風の格好で。<laughs> 好でそう。はい。あのー、 前、確かあのモルジブで、あのモルジブの、はい、結構長くいたんですね、あの、ビザぎりぎり、はい、そうです、はい。1か月ですか、モルジブにあたりです、ね、1か月いて、はい、それからドバイに移動されて、はい、今、ドバイにどれぐらいいらっしゃるんですか、はい、期間その期間は。2か月ぐらいですね。はい、あもう2か月いるんですか。はい。<laughs> で、もうそのままドバイにもういつ,つくってことですか、それともまたどっか違うとろに移動される。え あの、はい、まあ、あったビザが切れますので、はい、あのタンザニア、あこのタンザニアに、あザンジバルとおっしゃってましたね、はい、はい、あじゃあ,あザンジバル、はい、ビザ、じゃビザが切れるんで、まあドバイから今度はザンジバルに移動すると、あまはい、ザンジバルもすごく楽しみですね。そうなんですよ。なんか面白かったのが、はい、あの私ザンジバルはネットで、はい、あのビザ代行の 会社に頼んでビザを取ってもらったんですけど、その私のビザを取った後に私が感想を載せたら、私がアフリエイトできるかもしれないと、はいはい、<laughs> なんかビザ <laughs> ビザ代行のアフリエイトをしませんか、はい、みたいなお誘いも来て、<笑><笑>いいじゃないですか。はい、いやいやね、まああのザンジバルはすごくいい,いいところだと思うんで、まだぜひ来回このザンジバルからですね、はい、あのーええ、報告お願いします。 はいで今回ねあの、ドバイなんですが、はい、ドバイの状況もね、すごく興味あるので、今、ドバイ<っ>、どんな形ですかあのその、コロナ禍で結構やっぱり、やっぱり観光地はどこもすごい人が少なくなってますし、一時ロックダウンの時は、本当に1か月間、<っ>お店を休んでたとか、はい、そういう自宅待機。はいはい っていうことがあったんですけれども、はい、今はもう金曜日の夜なんかは、はい、まあこちら金曜日がお休みなので、はい,はい、はい、もうパーティーです、ね、あーじゃあもう普通にもう普通に戻ってると、はい、ああじゃあ、そんなに感染者は、ねね、実は結構人数の割に多くて、多、はいですか。 当時、ちょっとロックダウンの時は、新車、はい、水タバコ、もう禁止だったんですけども、今結構お友達とかでみんなで吸ってたりとか、それは政府からの規制っていうのはあんまりないんですか<だ>その制限みたいなものとかは特にないんですかねはい、今はないんですけど、実はその23日ですね、はいはい、昨日、新たなルールが発表されて、はいはいはい であの1月27日から少しこう、はい、緊急じゃない、はい、あの医療診断とかは控えるようにとか、はい、あの集まりも控えるようにとかですね、はい、あじゃあ今まで言われまと、あ、すごく、まあ、おおおフリーだったけどちょっと厳しくなる二、うん、27日の段階中ですね。 そうですね。はい。なんかもしそれの情報とかもしあればなんかねこれからあのドバイが来ると思うので、はいはい。なんかそれちょっと話してもらえいかがですか。そうですね。例えばあの観光地は今はあの砂漠も行けますしブルジュカリファとかも行けるんですけれども、あのこれから人数制限していくということで、あの少しちょっと規制の方が ありそうですね、はい、なるほどあのレス,レストランが早く閉まるとかそういったことはないないんですね特にないんですよあそれはないないんですねであただ、はい、人があ集まっちゃダメとかそういうのもないんですねそのあのまあ集まらないようにできるだけその結婚式等は本当にこう近親者でするようにとかはい、はい、そういうなんかおたしみたいなのが出てたんですけれど観光はどんな感じなんですかあの例えばドバイで観光あじゃない、まあ、外国人がドバイに入りますね でそこでぶりみたいなのはあるんですか、はい、それとも全くないんですか一応、領事館では、はい、あのドバイしか行けませんと、サルジャとか、フジラとか、はいあの、アジマンとか、近くの,、はい、あの車で行けるようなとこには行けませんと書いてあったんですけど、もう結構やっぱりサルジャとか行けるんですよね、普通に PCR 検査とかもなくて。<laughs> はい えー、なので、まあ結構なんか入ってみたら逆に、はい、あの行けたっていうようなはいあのそれでまはいはいあのドバインに入るときにはその隔離みたいなものは必要になるんですかその全然必要じゃなくて必要じゃないんですかへえー、しかもなんか PCR とかもみはいみ見な見なかったような,な検査もないしその <laughs> 証明書みたいなものを出す必要もないと、な何もないということですか、そうすると一応陰性証明を取ってこないといけないんですけど陰性証明を取ってあ取,取ってれば、もう特にもう,もう入れて、はいで、それ以降はもう生意も,もされないというそうなんですよ、あやっぱ、はい、観光国ですね、観光国ですねっていうか、なんか本当緊張してたのに、えー、結構緩くて、緩すはい。はい <laughs> でそれでつぐさん、なんかその感染者は人口のあに出てるってことは、いない,い,ないわけないんですよね。はい、その抑え込んでるわけでもないんですよね。そのいや結構、周りで実は、はい、結構、陽性者が出ていて、はい、でもあ<の>ではあ、あんまり気にしてないと、気にしてるのか、<laughs> まあ気にしてるんでしょう、ね。でもやっぱり、日本人の方は、はい、大企業の駐在の方とか多いので、そういう方はやっぱり外出を控えられたりとか。 まマスクをして,るされてらっしゃいますね。あ、ま、マスクしてるんですか。はい、マスクをはめてるんですか。あ、そうなんですよ。マスクしないと。はい。あの、結構注意されるんですよ。ホテル。ああ、はい。あ、そうですし。し。マスクをはめてるわけですね。マスクははめて。はい。で、ただ、マスクをはめてるけど、まあ、まあ、普通に、お店も営業して。まあ、えー、レストランとかでも、みんな、こう、まあ、普通の活動をしてると。あ、生活を。そうなんですよ。 へえだ、ーはい、かおも面白いですね面白いですねっていうかもうめちゃくちゃ電車と、はい、メトロとか3つですねそれは特に誰も気にしないんですかみ,みんな気にしないっていうか <laughs> もうしょうがないですし <laughs>、はい、あの普通あのここはソーシャルディスタントなんで開けてくださいよっていうところもなんか座ってたりするんですよね ああ、そうですか。そ,それ、私も注意する人もいないわけですか。注意する人もいないっていうか。まあ、はい、たまにそういう注意する人っていうか。はいはい、駅員の方が中に入って、はい、まあ、チケットとかチェックするんですけれども。はい、あ、じゃあ、ブに。なんか、まあまあ、まあ、まあ、かなり緩やかですね。かなり緩やかっていうか。まあ、あんまりみんなこう、見せ、はい、ないっていうことですね。そうですね。なんか皆さん疲れた。はいはい、もう、あの。はい コロナ疲れしたからもうどうでもいいみたいな雰囲気も <laughs>、はい、やっぱりありますねあのね僕あのちょ,ちょっと前に日本ちょっと日本行ってて日本から帰ってきたんですが香港で3週間隔離ですよで、はい、3週間隔離ここでまずその検査してで、うん、その後今度はその自宅はダメでホテルなんです、はい、あらホテルをチョイスして、はい、そこでもう3週間一本出られない今はまさにそのホテルの中なんですけど 全く出られないんですよ、もう3週間,間、はい、香港で入る人間です、ね。えー、<laughs> で、まあ、香港ってホテルの室内でタバコとかも吸えないんですね。で、そうすると、えー、まあホテル入るときにホテル、まあ、その前にホテルからいろいろ連絡があって、あのはい、まず部屋でクッキングはだめですね。あとその、まあ、帰省もだめですよと。あのえー、僕、別にタバコ吸わないからいいんですけど、たばことか、たばこ大変ですね、3週間。 タバコも吸いないえー。ええ。それは<を>筋でしょうね。いや、で、どうすんでしょう。あと、子供とか大変だろうなと思うんですよ。あの。はい、この部屋から出られないですよ。<laughs> ええー。あの、こういったリストバンドはめられてですね。出たら、そろ、うん、これがなるかどうするかしかわかんないんですか。ええー。もう、それから、それは、もどがいの今の話は、もう、なんか、夢、夢みたいな話でですね。そうですね。 まあまあね、まあただねいいですねすみさんそういった形でねまあモロジンスターとしてエドバイ行って、えー、このアフリカ行ってまたこういろいろ回るんですけど、はい、その、えー、国,に国によってこのいろんなこう特徴があるのではいそれをこう見るっていうのもすごくいいねだから楽しいですよね楽しいっていうかそうなんですはいであのもしよよろしかったらあの私に画面共有の許可をくださればういうはいあええー、とね<あ>そちらからはいはいあのー 許可をホストにしていただくかにすると画面がまあ共有できるんですけれどもなってないですかね、えと、実は私ですねあ,の、はい、あ、なんか無効になってますが <laughs> あの、岡山私出身なんですけれどもははい、はい,はい、はい、あ、これはうさんの画面ですねあ違うのかなあれこれ,これどうやって僕戻せばいいんでしょう。 あ、じゃあまあ今回はおしゃべりで。はいはいはい。皆さんの方皆さんはいはいはい。はい、であの、はい、中国、えー、じゃなくて私の出身岡山なので。はい、はい、その岡山県マニワ市ってとっても小さなあの市がありまして。はいはい、あとそこの出身の料理長と偶然知り合いまして。はいあそうですか。へえー。はい、そうなんですよ。はい。それでまあ私の方もユーチューブインタビューをさせていただいたんですけれども。はいはいはい。 はい、やっぱりあの、はい、一番最初にその、はい、ホテルの中でも料理長のところは日本食レストランをオープンしたらしいんですけど結構やっぱり、はい、ずっと開けれないクローズの時があ,りあったっていうふうに言われていましてはい、はいはい、そ,うそうですねはいはい。 普通は取ってからバーとか経営するんですけれども、なんか噂ではではライセンスがなくても、ドバイではお酒が売れるようになったと。なぜかというと、コロナで不景気なのでというようなことも、どうですか、街は経済都市ですよね、ドバイって言ったら。やっぱりコロナに影響があるんですかねそれとも全く影響はないんですかね あの、私はですね、高級なところと、もうめちゃめちゃ地元の、もう100円ショップみたいなところ、どっちも行ったんですけど、高級なとこは結構もう換算としていまして、はい。けど人は、あの、人員削減とかしてなくておられるんですけど、下町ですね、100均みたいなお店とかあるんですけど、 あの全部300円均一とかははい、はいそういうディスカウントショップはもうめちゃくちゃ人が多いんですよ。ああそうですか。それは地元の人ってことですかね。そうですね、やっぱり移民でこちらに来られて出稼ぎで、はい、まあ来られたりとかはいあなのではい、はい、あのお安く食材を買おうとかはいなるほどいう方は、はい、もうその店に行ったら満員電車みたいです。はい、あーじゃん このコロナでその大変なところもあるけど、逆に状況のいいところもあるわけですね、そこでこう、儲儲かってる、儲けてるというか、そういったところもあるってことですね。はい。えーまあ、ただね、まあ、ドバイってのはちょハブですからね、まあ、いろんな人がこう、経由でもこう、まあ、来るとこなので、まあ、ちょっと移動が軽減されて、はい、まあみんななかなか入れないので、えー、まあちょっと大変は大変でしょうね、そのハブのンあんまりこう活用できないでしょうからね。 ホテルなんかも大変でしょうね、多分 <laughs> そうなんですよ、はいはい。まあ、そんな感じがしますますあだから逆にね、はい、この時期いいんじゃないですか、あのザンジバルあたりでもかなりホテル代がその安く、ええ、そのリゾートで行く人もそんな多く,多くない、はい、<laughs> その、ええ、いやねかなり安価にこう入れるということじゃない、憧まることじゃないですかね。はい そうですね。はいはい、ただ私あの、ちょっとケニア航空とか、はい、ちょっとマイナーな航空会社のチケットを取ってしまって、はい、そこはもう5月以降も飛ばないと、なので、もうそこはキャンセルになりまして、あのえー、ちょっと大きな航空会社じゃないと、変更とかもできないなと思いまして、ケニア5月以降は飛ばないってことは、もうその,その路線が廃止になったってことですか。うん そのあのタンザニアまでは買ってなくて、はいはい、ビザを取るときにタンザニアから、はい、あの私はまた別の島の,、はい、あのチケットを取ってたんですけれど、はい、はいはいはい、そこがもうあの、はい、飛ばないと <laughs> なるほど、まあ、ケニア経由だったんですけどもケニアまでは飛ぶけれども、はいはい、ケニアの先が飛ばないから、はい、だからもう一連になってるから。 ここはもう、あの一応、返金は何パーセントしますよっていうような。はい、あ,あ全額じゃないけど、まあ、全額じゃないんですね。<laughs> まあ、まあ、返金はしてくれるということなんですね。はい。なるほど。まあ、まあまあ、でもいいんじゃないですか。ね、そういった生活っていうのが、こう、いろいろこう刺激もあってですね。その、旅するコンサルタントとして <laughs>、その、<A> 旅の中にも、まあいろ、いろんな試練も待ってると。ま <laughs> まあ、まあ、そうですねで。で、その頼むのを、こう、シューティング、解決しながら。 まだこのビジネスに生かせるということなので、どうですか、試しながら、オンラインでいろいろ教えられてるわけですよね、ビジネスやってるのそのへはもったいないですか、それは順調に進んでるんですかね、そうですねやっぱりドバイは規制がありますので、ちょっとフェイスブックライブ配信とか、そういったライブ配信というのはちょっと難しかったんですけれども。はい はいあとはもう順調でしてじゃあまあじゃあ娘さんのそのそのビジネスモデルっていうのはまあまあどこに行ってもそのまま継続できるというねなるほどわかりましたじゃあですねぜひ今度はその第3打でザンジバルですねに行かれて落ち着いた時に今度はザンジバルからですねぜひザンジバルの状況をタンザニアの状況 あのまた報告してもらえればと思いますので。はいはいありがとうございます。今はお忙このどうもありがとうございました。はい。非常に楽しです。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい。ありがとうございます。